エクセレントな戦いだった。さすがは鉄拳衆でも最強と呼ばれる部隊を任されただけのことはある。ところでこれは憶測に過ぎないが、君は三島家と何か関係があるのではないかな。事情ありか。まあいい。
噂の反逆者殿が私に用とは。あなたは独自に三島と爺社の情報を集めていると聞いている。そういうことか。確かに私の友人は多い。三島側にも爺社側にもな。どういった情報が必要かは分からんが、いいだろう。できる限り協力しよう。ありがとう。しかし、あれだけの兵をまとめ反旗を翻したからには相当の覚悟だと思うが、本気で奴らとやり合うつもりなのか。無論だ。今奴を陣を止めなければ取り返しのつかないことになる。どうだろう、私と手を組むつもりはないか。申し出はありがたいが、あなたを巻き込むわけにはいかない。私は構わんのだがね。彼らとことを構えるなど、むしろ望むところなんだが。すまないいいさ、気が変わったらいつでも連絡してくれたまえ。私はいつでも君たちを歓迎するよ。失礼。私だ。直接連絡してくるなんて珍しいな。何？すぐにそこを離れろ。おい！どうした？友人がトラブルに巻き込まれたようだ。彼女は爺社の研究施設で働いているんだが、あちらの情報を定期的に流してくれていたのも彼女なんだ。俺たちも爺社には用がある。彼女のところへは俺たちが。エクセル、行くぞアリサ。はい。彼女に関する資料だが、何かの役に立つかもしれない。彼女は必ず。